から有志のグループがあって、はい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 、なんかそこら辺から多分こう繋いで、あ、そういうこと、まあヘイローとかも多分、あ、そうなんだ、いやだからさ、ヘイローさんがちょくちょく海外勢連れてくるの何なんだろうと思ってたら、うん、あれはなんかどっちかというとジュディとかに言われて、あ、そういうこと、なるほど、はい、さあこの海外勢ブラーさんかな、ちょっと読み方が分かんないですけど、まあ対するは WM ラビト、ブラー、やばい、多分、さあゲーム&ウォッチタイムラビト、いやパチンコ当たんない、パチンコ当たんない、ね、まあとはいえねこのステージ段差が変わるんで、そのおかげで当たるところもあると、一方的にきついカードではなさそう、お互いはもう前に出る気ないです、ね、まあそうですね、かなり多分これゆっくりとしたペースの戦いになるのではないかと、さあこの吹き阻止うまい、しっかり技を当てるところで当て切って、これは危ない、その場上がりにボーリング置いていたが間一発、なお逃れたブラゲームを、ガワスが認識してるな、本当だ、ブラーさんゲモですね、よくご存知で、あっと見てなかった一瞬、その隙に WA さん大きなアドバンテージ、さあこれ村人に先にストックリードされるとかなりつらい、さあここからどんだけ友達をなくすムーブを維持できるか、 WA さん、 WA さんよくよく考えたら確かに友達できる立ち回りかなり徹底してるから、そう徹底した立ち回りだから、強いとこ強い、そう強いとこですよ、さあこのチャージもずーしい、おっとこれは、え、嘘、まさか軽すぎるゲーム&ウォッチ、モーリングも、モーリングも、そのムーブ友達になくしちゃう、そのムーブやばいよ、やばい、ラブレさんやばい、暴れてるな、やばい、まあ、関西でも昔からね、直木くん村人使いなんで、しかも結構ね、面白いんだよな、そう、面白い、俺これ他の村人がやらないようなことを、武田さんに言っていいのか分かんないけど、武田さんに埋められ勝った時のラブレさん結構俺好きだった、あれあのね、こう何が何でも勝つしてるね、結構好きっすね、たまにパフォーマンスもちゃんと考えてるはず、うん、これ勝ったら何しようみたいな、このキャラアバさんは今日多分来てないかな、アバナンゴは多分今日来てないと思う、うん、来てないよね、あとライトさんも来てないかな、来てないね、代わりにね、実はこの男来てるんですよ、そう、なんか、あーなんか超暇、なんかフリーが来るまでは、こんにちは、はい、どうもザクレ、ゼクレです、見学枠で来ました、見学枠で、そうだよ、年齢足りてないもん、なるほど、年齢制限で出られないザクレ君、さあ早く大人になってほしいですね、はい、というわけでしょうがないだろどうしようもないだろ時を加速させてほしいですね、あ、そっか、埴輪の爆発だけ貯めれんすね、あ、そうなんだ、貯めれるんだあれ、うん、面白、さあ1戦目と違い、これ終点、まあ掴みやすくて展開を取りやすい、やっぱ着地狩りのしやすい、あ、全然いいよ、むしろもう一本マイクなかったっけな、なんかあったような気がする、まあまあまあ大丈夫、今全然いいよ、3人ね、狭いんだよ、そう、確かにさあこれ1戦目と違って掴みが通りやすい状況なので、ゲーム&ウォッチ側がいかに掴みを通すかですが、村人も掴み拒否能力、そもそも読み合い拒否能力が高いんで、その状況に持っていくまでがなかなか大変なカード、終わり際の爆発じゃないから下火ためられないですよねじゃあちょっとごめん、ザクレ君にバトンタッチするわ、解説せっかくだから、うん、全然何する？解説どうですか、ちょっとザクレイ君的にこのカード、このカードは結構五分近いと思ってます僕は、おお、なるほど、そうなんだね、結構なんだろう、村人の拒否の立ち回りに対して結構ゲーム&ウォッチがきつそうに見えるんですけど、きつそうに見えるんですけど、横の立ち合いは多少きつそうには見えるんですけどね、はい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 、はい、なるほどなるほど、しゃがみとか面倒くさかったりもしますし、あー確かに確かに、そうですね、一戦目も村人側の、まあ、着地も、あ、着地、崖不起訴しが結構危なかったり、はい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 、確かにそういう意味では全然ゲーム&ウォッチ側にも軍配はある、うん、さあストップ、おっと、さあ溜まったぞ、ハニワ、ハニワ、ハニワじゃねえや、あれゼロパーでも一発多分もう吹き飛びますね、あーっとこれはこれはまずいですね、さあストック追いついて、これは常にジャッジの9音を抱えているような状態、しかも発生1フレー、非常に危険な技を投げから繋がってしまう、そうこれ掴まれたらもうジエンドですね一発食らったら終わってしまう、さあこれどうする、ダブルMラビット、弾力が試される、さっきは消えてしまったぞ、ガード割れててもガードするべきですねああなるほど、ガードが、そっか、ガード割れてても別に撃沈されないから、ね、なるほど、されないので、はい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 、さあ捕まれたら終わりですよ、さあこれ今、あ、危ない、おお、ね、勇気の空中暴れ、うまい、今のはこのまま、このままバーストできれば、あーあー、出してきた、おっと、どう出してしまったか、出してしまった、あーっと、逆に
木を生やして撃墜して 2-0 で勝っていったのはダブルエムラビト。メンタルが強かったね。メンタル強かったですね。あそこでちゃんと崖つかまりして、まあでもね、あの現場とも違う、あの木に当てるっていうのはまあ悪くない考えですよ ね。ヒットストップが伸びる分、判定の持続も威力高すぎてヒットストップ伸びすぎてめっちゃ伸びてた。一瞬時が止まってた見てから避けられるぐらいのヒットストップありましたね。やばかったあれは。